キリスト降下は、イエスキリストの降下を題材として、フランドルの画家ピーテル・パウル・ルーベンスにより1611年から1614年にかけて描かれた絵画である。十字架降下とも、アントウェルペンにある聖母大聖堂に収蔵されている。中央パネル、左翼パネル、右翼パネルの3つの部分から構成される三連祭壇画であり、三面鏡のように開閉できるようになっている。 中央パネルの寸法は縦 421cm、横 311cm である。左翼パネルと右翼パネルの寸法は共に縦 421cm、横 153cm である。中央パネルはキリストの十字架効果が主題となっており、左翼パネルは聖母マリアのエリザベト訪問。 右翼パネルは神殿への封建がそれぞれ主題となっている。ルーベンスはキリストノボルカを1611年に完成させてからほとんど時間が経たないうちにキリスト効果の制作に取り掛かっている。本作はルーベンスのパトロンでもあるアントウェルペンの市長ニコラス・ロコックスの依頼により聖母大聖堂のひなわ重視組合の礼拝堂に掲げる祭壇画として制作された。 三連祭壇がキリスト効果左右翼パネルの裏側ラオコーン像本作におけるキリストのポーズについては古代彫刻ラオコーンの影響を色濃く受けているとされるイギリスの小説家ウィーダによる児童文学フランダースの犬では主人公の少年ネロがキリスト登るかとキリスト効果をずっと鑑賞したいと思い続け ついに目にするが、その後間もなく愛犬のパトラッシュと共に息を引き取る。ありがとうございます。